次にやろうと思ってたのはこれですね。私の車のマフラーはノーマルにマフラーカッター、ぶっといのがマフラーカッターついて、ちょっと社外品っぽくなってるんですけど、買った状態だとちょっとツヤがなくなっていたので、コンパウンドを持ってきました。コンパウンドを持ってきたので、コンパウンドでちょっと磨いてあげると多分綺麗になるので、それをやろうと思います。コンパウンドはホームセンターなどに売っている安いもの、300円台だったんじゃないかな。やっぱマフラーは排気管なので、排気ガスが出てきますから汚れやすいですよね。なのでこのように汚れてるんだと思いますけど、ちょっと磨いてあげることによっておそらく輝きを取り戻すのではないかなと。私今回ノーマルマフラーでしばらくは行くことに、しばらくっていうか多分このままずっと行くんじゃないかな、行くことにしたんですよ。今まではだいたいマフラーをこう交換して、特にマニュアルの車だとマフラー交換してた方が気持ちがいいんですよね、自分で音を聞きながら。ちなみに私走りながらはラジオも聞かないし、音楽も聞かないし、もちろんテレビも見ないです。自分の車の音を聞いて走ってます。こうやって言うとちょっと膝っぽいんですけど、実際はこうやっぱ多く古い車乗るので、調子が悪くなったりとかする時ってやっぱ音に出ることがあるんで、実際にだからそれがこう音で気がつくように、だからエアコンの吹き出し口の風とかもこう強くしてる時はエンジン音とか聞こえなくなるので、ちょっと不安っていうかそういうことがあるんです。わほら綺麗になった、綺麗になりました。これでこの作業は終わりたいと思います。以上です。どうもありがとうございました。失礼します。